皆さんこんにちは。今日は焼き鳥を作ります。材料は次の通りです。タレにニンニクや生姜を入れるのはお好みです。ではタレを作っていきましょう。お鍋の中に調味料を全部入れて、少し煮詰めていきます。味を見てみて、お好みの味に変えても構いませんね。前に作ったタレが少し残っていたので、一緒に今回使います。タレが煮立ったら、背の高い容器に入れます。それは、焼き鳥のタレをつけやすいからです。では、材料を小さく切っていきます。串に刺していくので、その大きさに切ります。レバーは心臓の中に血が入ってますから、それを取り出してください。鶏の皮はくにゃくにゃしてて扱いにくいんですが、あんまり小さく切ると刺しにくくなりますね。砂肝は処理が結構大変なんですね。この筋の硬いところを包丁で削ぎ取ってやって、そして半分に開いて食べやすくカットして下処理します。青ネギはももと刺しますが、青ネギだけ刺しても美味しいです。いよいよこれから
鶏肉を串に刺していきます。次はレバーを刺していきます。砂肝も同様に刺していきます。皮はくにゃくにゃして刺しにくいのです。でも、頑張ってやってみましょう。いよいよ焼き鳥機で焼いていきます。私はこの焼き鳥機をずっと前から買いたかったので、今回やっと買えてとっても満足しています。場所によって火力の強いところと弱いところがあるようです。なので場所を入れ替えて焼いていくといいようです。火力の強いところでは竹串が細くて焦げてしまったので、途中で太い竹串に変えました。だんだん煙がもうもうと出てきて、なんか家の火災報知器が鳴り出して大騒ぎになってしまいました。このようにどんどん焼いていきます。そろそろ焼けてきたので、今から盛り付けの準備をします。
なんだか自分が焼き鳥屋さんになっちゃったような気分になります。はい、出来上がりました。今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。